わしやがなマフィアカジタです。わしやがな中村一です。高野香です。お願いします。今日は、なんか、フィグマがいっぱいあるんでしょ。そうなんですよ。あの前回中村さんが、テーブル美術館のやつを持ってきてくれて、プレゼントもしてくれて、そしたらね、あのフィグマさんから、あ、扱ってくれてありがとうございますって大量に送られてきたんですよ、これまでのテーブル美術館。あのですね、早く送って。どういうこと。買ってたよ。買っちゃった。俺はもう常に第2第3の手を打ち続けてんだから。あ、なるほど。第1弾が流れる頃には第2弾の用意ながとっくにあるのよ。まあまあまあ、でもね、買うのはいいことですし、まあ、それに量産体制に入ったと思えば、まあ、しょうがないな。じゃあまあ見ていきますか、これが梶田君その送ってもらったやつ。そうですね、5種類かな。5種類くらいあると思います。じゃあ俺の買ったやつの方が多いから合わせて紹介していきましょうか。いきましょう、いきましょう。じゃあまず一つ、はい、モアイ像。モアイ像のボディ付き。なんと立ちます。わお。今のモアイは立ちます。よいしょっつって、ちょっと俺ごめん、コンビニ行ってくるわ。いるもんあるって言ってる状態で。さあ続きまして、こちら、これ何。それは兵馬俑じゃないですか。ああそうだね、なんていうの、飾られてるやつ、墓に入ってるやつです、皇帝を守るために。ね、ちなみにこいつ見に行ったことありますね、これ修学旅行から。これさあ続きまして、これあ、進撃の巨人かと思ったよ。あ、人体模型。人体模型だね。あ、怖いやつ。ほら確かに超大型巨人に見える。ほら、みんなファイティングポーズというか戦おうとするんですね。テーブル美術館の連中は。あ、次はね、これはもうセイントセイヤでおなじみのやつだ。セイントセイヤでよく出るあのニケの像。はいはいはい、ニケの像。ね、勝利の女神ニケの方もありますから ね、 そうだね。続きまして、これちょっとテーブル美術館じゃないと思うんだけど。何です。はい、八つ墓村。あえ、八つ墓村。これも入ってんだ。これテーブル美術館じゃねえだろ。まあ、なんとなかなか文学歴史。でもいいな、かっこいい。多治見洋蔵って書いてる。で、これがいただいたやつかな。なんでしょ。さあ、ここからいくよ。俺を舐めてるよ、じゃあ。フィグマさんは。どういうこと。フィグマさんは。舐めるの。俺がどう出るか。あのね、ちなみにかぶりほとんどないかも。かぶりない。いくよ。まず第一にテーブル美術館。はい。ダビデ像。ダビデ。オディンティーヌが装着。本当だ。装着する。また立派な一物が。わサムズアップいいな。ちょっと大丈夫かな。大丈夫だよ、これ美術品だから。続きまして、これなんだっけ、人体像。ダビンチ構造じゃないですか。ウィトル・ウィス的、ウィトル・ウィス。すごい。でっか。なんで筋肉バスター決めてるやつがある。これあれにも出てきたよね、小島秀夫さんのやつにも出てきてたよね。まあ、こいつのモチーフしょっちゅういろんなゲームとかにも使われる。やばいやばいやばい。どっちもいる。どっちも無理。もうしょうがないもん。どっちも同じ。さあ続きまして、微妙に隠れてる。バスターか。続きまして、これね、これは遊びがいがあるよ、はい、続きまして、馬。お、馬、馬、馬だ。いいじゃん、これいいでしょ、これ遊べるなと思って、フィグマビキニアーマー付属しません。続きまして、ムンク。お、こんなにポーズ取ってる。あー、かわいい。ダブルピースムンク。マジで。はい、続きまして、あ、これはね、もう一体馬を買ったら二人で遊べるなと思って、白馬。おお。はい、いいっすね、馬取り揃えて。こういう感じで、ね、わあ、こっちはこっちなんか乗っとるわ、素体が。素体が乗ってるね、これ。はい、続きまして、ちょっとここからは美術品が終わってネタ系って言えばいいのかな、華やかにしようと思って、梶田君の好きそうな鹿島。ガンゴレの、なんで急にガンゴレの鹿島を。目に入ったから。目に入ったから。もう出来はいいからな。すごい出来いいよね、俺このやっぱりさ、後ろのパワードスーツみたいなのがさあ、偽装ですね。そうそう、これが自分たちにもつけばいいなと思って。自分たちにも、だから こういう、あ、ダビデ像の後ろにこれがあるってよくない。汎用できるのかな。分かんないよ。だからそれもあって買ってみたんだけど、なるほど。で、これ乗り物かな、
アイアンメイデン乗り物いやこれ乗り物判定じゃないでしょうアイアンメイデンは違いますか。うん、あれ表情あるんですねアイアンメイデン。上あるね、グニャーってる、うん、これトゲバージョンもあるある。中に入れたやつ本当に刺さるのかな。こうね、カジャ君が今こいつ手枷されてますからね。やったんでしょうね。ねえ、おもろで、そのネタシリーズでいくと、これもう目に入ったから買ったんだけど、まあ一応五条悟。あ、あ、五条線。五条悟の箱小さくない？まあそう、ね。装備品が少ないからでしょ、絶対。そうっすね。アニメキャラものはでもこんなもんなのかな。最強な。最強だからいいか。最強だからパーツテンス。このぐらいの箱のサイズが良かった。でもいろいろついてますよ。そうね、まあ、ハンドパーツが他の人より絶対多いから1種類は、うん、確かに。次この後は梶田君が、ああもう1個あった、俺のやつ。煉獄さんだ。煉獄、まあ、煉獄なのか煉獄でいいのかこれ、まあ、魔人さんですね、まあ、起きただね、うん、煉獄さんはこの持ってる刀、これが中村さん、これ、うん、これは僕やってるやつです、うん、結城さんとね中村さんが2人でやってる。で最後梶田君に、うん、あ、フィグマインコじゃないですか。お、懐かしい。懐かしいよね。俺これ持ってたと思うんですけど。持ってそうだもん、うん、うわー懐かしい。カジターフィギュアと遊ばせたいかなと思って。俺の彼女をわざわざ連れてきてくれたんですね。連れてきました、ね、やったー、ありがとうございます。売られてたよお前の彼女中村さん本当に人の心がなんでやねん買ってきてるやんけお前これ見て、もうお店だぜ。お店ですね、この辺並んでた。うん、もう片っ端から開けていきましょう。これでももらったのとほんと被んなかったね。被んなかったですね、見事に被んなかった。これ遊ばないとね、これはどうしようかな。じゃあ俺、うん、ちょっと乗り物用意しとく。俺はねなんでそれに最初に言ってるの。僕はほらお友達が欲しくてたまらない連中がここにいるから、今お友達が増えたからね映せないんだよな、まあ、映しされちゃってるけど。来たかボディ、うん、お前のボディが。俺は当時売られたんですけどね、今イヤホンジャックついてる商品ないから、これアクセサリーなんですよ。こうやってスマホにしがみついてる。はい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 、うん、タイはないんですよ別に。これタイはない本当に本当にタイはないんですよ。この位置はね、イヤホンジャックにたまたまくっつくってだけで。俺っちが今心配してるのは多分これ全部置いてくのかなっていうまあ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 、まあ、使えるからな、役に立つから。こいつら準レギュラーだからしょうがないのよ、うん、準レギュラーぐらいの頻度で出てくる可能性があるのよ。おい、八つ墓ボディいいな。八つ墓ボディ、ルクちゃんどれ開けたい、こん中で。じゃあダヴィンチコードも。おお、じゃあこれいくか。乗り物簡単に終わったよ、できたよ。ここをくっつけて終わりだ。質感がいいっすね。あのね、質感相当高い、うん、うわ、ほんとだ。あら、最初はなんかトゲトゲじゃないバージョン。オプションパーツで、いや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 、オプションパーツです。うわ痛そう。つけていくかい。うん、お、結構面白いパーツついてるよこれ。これ足かせでしょ。あ、なるほど。足かせと手かせ。これすげえな、見てこいつ、この造形の良さ。それで絶対ここ入るやつやで。この顔の圧よ。多治見洋蔵だっけ、うん、これあれなんですよね、モデルになった人がいて、これはあれですよね、作品版のやつ、作品のやつだから、うん、ほんとにこんな格好してた。だからちょっと こいつ顔怖すぎるから、あのネタで遊べないんで入れ替えますね顔考える人の時もそうだけれども、変に顔そのまんまいじると怖いからすごい小顔でスタイルが良くなった あ、でもねえっていうかあれ武蔵坊弁慶じゃない、うん、顔色が良くなるだけで、うん、悪人感がちょっと減るんだね。そうですね、やっぱあの病的なメイクって必要なんだね。病的メイク必要ですね。ただの強そうなやつになったあ、ニッコリフェイスもあるよちょっと笑ってやり遂げた顔かな。怖いこのフィグマ顔怖い。お、いいねこれ、馬娘ねえ、かっこいい。あ、でもプロポーションいいですね。なんかこいつ乗せてくださいよ。東海帝王とかのフィグマも買えばよかったな東海帝王がこれに乗るって面白くない？面白い確かに。これはどれの足がアブミに乗るんだアクロバティックだね。
顔険しいなうわダメだこいつ背高すぎて入んないアイアンメイデンに入らない一応あれっすよねスケール感違うんで入るやつ入らないやつもよいしょやばいなんか目がおかしくなったのかどう感じがする騙し絵みたい騙し絵みたいなってる俺銃どうやってもあ持ったわちょっとやっぱおちんちん出てんのまずい気がするよカジャ君そんなことないですよおちんちん出てるのそれ芸術だから許されるっていう風にフィグマもそう思ってるそう思ってたしフィグマもそう思ってカジャ君さそれをさ、うん、YouTube がどう撮るかなのよ YouTube がどう撮るかはもうあの天下の Google 様のお示しなんで何事か起こったらまあそういうことで今後はちょっとフィグマさんに自重していただいてフィグマさんに自重する必要ないお前らが自重しろと使い方を自重しろとこんなに遊んでるのにうわこれ股関節のとこすごこれなんかちょっと股関節のあたり柔らかくなってて、なんかね股関節足の切れ目がちょっと曖昧になるようにできてるおちんちんのパーツが内室内室パーツやおちんちん見てみてアップにすんの動いてるの分かるわかるけど、カジャ君さ、あの、アップにするのいや、これこだわりポイントなんですよ。他のところ硬いんですよ。おちんちんだけ軟質パーツなんですよ。すごくないですか本当だ。うん。おちんちんだけっていうか、この腹筋部分が軟質を使ってんだね。うん、強そう。会いたくないなぁ。やる気満々だよね。うん。なんせ、長尾さんはダビデ演じてるから。ぶん投げてくるよ、石。ねえ。石ぶん投げてくるよ。これ風呂上がりなんですかこのダビデは。なんで肩にタオルかけてる？いや元がそうなんじゃないの。うん。へえ。女の子も開けるね。女の子もちょっと華やかさを。いやなんか悪夢みたいになってるから。うん。まあちょっと並んでるラインナップがまがまがしいものがいやだから。ムンク開けていい。ムンク。あ、ムンク。よくこいつがムンクって呼ばれちゃうんだよ。確かに。ムンクが書いた叫びなんだけど。ムンクさんじゃないと。ムンクさんじゃない。実際カシバの偽装がどういうシステムになってるのか気になりますね武装かっこいいけどあらクニャあ、取れちゃったなんかコロコロ言ったけどしなるあらおもろいなそいつのシステムリンコ開けようか結構前に出た商品な気がするなリンコのフィグマってハルハルはい2時間行く人ムンク叫びます一生遊べるわこいつ絵の力が強いよね、うん、私の年収低すぎお前は高いだろどっちかというと叫んでるだけでめっちゃお金入ってくるだろうむくちゃんに女の子が見るわマジンさん開けてみてる、うん、なんかなんだろうなんでガンダムみたいになるんだろ う俺が立たせると長野さんがガンダムばっかり買ってるからじゃないですかね姿勢が悪いんだよねなんか女の子の可愛いポーズ取らせるのむずいっすよ反り腰にするといいのか、うん、反りすぎかなこれ反りすぎてんのかなうんでも結構可愛いじゃないですか最強の2人かなジョジョ4部のあの女髪の毛のやつああラブデラックス、うん、リンコの角度がちょっとスタンドっぽいな確かに逆だよねスタンドがこの八つ赤村だよね俺はリンコの幻影を背負って戦ってる妄想の中にしかいないちなみにリンコ多分ねその構造ならやっぱり、うん、これつくよマジでかああ背中 の立つ穴にはまるようになってるそうそう同じ穴だから、うん、あダメだこれリンコサイズ感違うんじゃないですかあのねすごいリンコ古いでしょ、うん、仕様が違うあ穴の径がねちょっと違うわ確かに他と比べるとちょっとワンサイズ小さい感じが小さいよねほら、うん、径が違うでしょそれかあとは時間が経って縮んでる可能性があります、うん、おじさんが3人集まって人形遊びをしてるだけの回だからねこれが楽しいんだ大量のフィグマそうなんだねいくらでもいじれちまうんだあやっぱりちょっとフォルム違うね男キャラってのもあるけど王女戦背高いですからね王女戦
やっぱスケール感が。あ、でかいね。でかいっすね。でかいね。背高っ。顔怖っ。顔怖いね。笑顔怖この笑顔怖いね。あー、これ、別売りのミロのヴィーナスと合体させることができるんだ。合体って何？ニケ。ニケは、この通り、まあ、いろいろ欠けてるんですけれども、うん、ミロのヴィーナスと合体させると、最強モードになります。一体になるぞ。うん。世界を滅ぼしそうな。当てないよ。うん。神の使いモードになります。人体模型かな。こいつの汎用性の高さはまず間違いないと思う。刀が長い。お、出た。魔人さんはこれ髪の毛すごいっすね。あ、すごいね。レイヤー分かれてるんで、だいぶ。作り込んでんな。やっぱ時代ごとに結構違うんだな、フィルムは。お、いいぞ。なんか、パーティー完成しましたよ。これから何と戦おうというのか。まあ、このパーティーで言うと、ガジャ君が一番火力は低いよ。言ったら人間の武器だから、ね、あの猟銃と普通の刀しか持ってない。守られ系主人公だ。ああ、守られ系主人公守られてるんだ。うん、勝ったら下がってって言われるの。こんなメンバーで俺だって戦えるんだみたいな。俺だって戦える。頬をつけてるもんな、だって。うん、でも大丈夫、カジタにはリンコがついてるから、スタンドは。うん、五条悟のなんか作りのこだわりポイントっぽいのはさ、多分手ハンドパーツがでかいのかな。、うん、これ聖剣好きしてる。なんかほら、うん、芥見さんの絵って手でかいからさ、うん、確かにそれの再現はしてるなと思う。拳が結構印象的ですね。他のフィグマとちょっとサイズが違うから。人体模型は、うん、なんかビーフジャーキーみたいな質感です。すんげえ。わあ、ちょっと気持ち悪いな、ね、ビーフジャーキー質感ですよ。ちょっと透明なんだ。うん、こいつはもう間違いないだろう。はい、まあこの通り似合うわけですよ、当然ながらね。うん、もうほとんど俺ですもんね。あ、こいつあれだな、多分考える人の兄弟だな、これも。うん、へへ。兄弟や。いやいや、兄弟、八つ葉村の兄弟。兄貴。兄貴、全身に酸を浴びましたぜ。サトルの兄貴、サトルの兄貴、なんで浮いてるんですか、兄貴。なんか浮けちゃうんだよね。兄貴、バグったんですか。バグったゲーム見てみたんですよ、兄貴。自分浮けちゃうんで。うん、兄貴、見てください。足の肉体美。鍛え抜かれたこの体。気持ち悪い。気持ち悪いとは。気持ち悪いとは心外ですな。これ何、女学生のバッグじゃないの。おしゃれなハンドバッグ。女学生のじゃないの。女学生のですね、サバ缶もついてますよ。何それ、サバ缶好きなの。リンゴの好物なんですよ、サバ缶。そうなんだ。コンビニでサバ缶買ってるところで出会うんですよね、またこのポーズ。いい、お、躍動感あるね。オリンピア、ちょっとターミネーターみたいな。映り込んでくる。ダブピームンクだ。ダブピームンクが入ってきた。大谷君ね、うん、おじさんたちこんなことして30分経ってんだわ。うん、短い短い。どうする？あ、もうあと3つまだ開けてないのがあるんですよ。今度だな、それは。うん、俺次の機会に開けましょうかね。うん、フィグマも こんだけ揃うとすごい圧巻だな。このお人形遊び企画は結構難しいなと思うのは、うん、ゴールがないことなんでね。何をゴールとしてすればいいかがよく分かんない。ただ遊んでるだけですもんね。うん。ブーちゃん、ムンクが随分気に入ったな。完全ムンク気に入ってるよね。一生遊べる、これ愉快なパーティーだね。愉快、サイケデリックっすね。この意識が変性してないと見えない。コスプレイヤーさんの後ろで、うん、ちょっと自分も目立とうとしてるムンク。ムンクの先いますよね、あのコスプレ写真撮ったら後ろに映り込んでるやつの方が印象強いパターン。なんだよこれ、あいつ結構あるんだよな。馬結構かっこいいですね。うん、50戦背が高いけれども乗せると結構ハマるわ。こういうなんかヒーローなのかな、アベンジャーズみたいな、ミュータントの集団に見えてきた。あ、いけた。うん、はい、あー、いいね、バッグ。バッグ持ってんの。 JK 感が高まったね。原生よりになります。突然その辺の感じになってきた。
猫耳もいっちゃう。あ、そういうのついてんだ。うん、はめられますこれ。サイズがなペキいきそうだなこれ。まあパーツも古くなってますからね。これ全然頭のサイズ合わねえぞ。だろうな。リンコのもともと、もとリンコ頭ですもん。ほら本当だ。パーンって飛ぶわ。イエーイ、イエーイ、普通に乗せる。見てる、イエーイ。叫んでます。天気予報の後ろにいる人。今日も叫んでます。すべての空間に入ってこようとするこいつ。イエーイ。すべての空間で主張をかましてこようとする。うっ、やあ、くぅ、死ねえ、くそ、くぅ、くぅ、リアルなのが苦しみか。ゲーアカバン、カバンをひったくられた。声を殺して苦しんでる感じ。そういう時にはこうやって呪いをかけるから。呪いをかけるポーズになる。これ呪いのポーズだろ。おいおい、領域展開してるじゃない。両手で領域展開してるじゃない。怖えよ、ムンクの領域。ムンクの領域展開。絶対怖えって。もう叫びじゃないよ、うん、なんだこれ、なんかちょっと可愛い感じ。楽さん、ごじょー、可愛い感じにしたいのにな。むずい。なんか違うな。なんかパープルヘイズみたいになっちゃうんですよ。うん、何がポーズが？あの後ろに、後ろからこう乗せてる感じ、この。ああ、うん。絡ませ方が。スタンド感が強くなる。絡ませ方がね。うん、馬もリアルですね。馬ね、うん、リアルな分立たせ方むずいよ。うん、すごい、やっぱりさ、4つでバランス取ってるからさ。うん、こうやって片足浮かせたりして躍動感を出そうとすると難しくなる。なるほど。うん、あ、よいしょ、終わんないの。ついつい、あの、名残惜しくて終われない。ずっとやっちゃう、ずっとやっちゃう。最後にかっこいいポーズを決めてお別れしましょう。ムンク、カバンを正しく持たせたわ。あ、それの前が来るの正しいです。リンコのそうだよ、ね、マスコットが。ムンク、カバン似合うな。変身。カバン下ろしてからやってる。変身ありそうだ。なんだ、ムンクってだけでずるいな。うん、うん、並べましょうチームを。スーパーヒーローチーム、コンビみたいにすんだよ。呪霊だって。呪霊、呪霊だ。確かにこれは呪霊だな。楽しそう、楽しそう。3人目は仲間なんですか。え、2人ですけどみたいな感じでしょ。一般市民だ。カジタの五条ですけど。いや、後ろにいますけど。え、あ、これサムネでもいいかもしれんな。またそのパターン。またそのパターンだ。またそのパターンですね。はい、ということでね、うん、相当遊びましたね。遊びましたね。まあこんなんです。ね、落ちはないんで以上です。まあ、もう出すところの時間がどうしてもかかるから、今度出し切った後で全部集めて遊ぶ会。遊ぶところからやる、うん。遊ぶところか、うん。遊ぶところの時間一番尺が欲しい。そうだね。うん、まあフィグマね、皆さんこうやって、あの、なんか一方向じゃなくてね、いろんなものがあるから方向性としては、うんうん、遊び勝手あっていいんじゃないかなと思います。うん、ぜひぜひ。はい、チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくお願いします。